言ご挨拶いただけますでしょうか。イワン・マクレガーさんじゃなくて、すいません、坂井雅人です。いい小屋ですね、なんかね。うん、なんかあ、ここの客席なんですね。そうなんです、芝前まで実はあるんです。いいですね、なんか落ち着いて見られる感じ。あ、雨上がってよかったですね。久しぶりに名古屋に伺うことでとても嬉しく思っています。短い間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ここからはいろいろとお話を伺っていきたいんですが、マスコミの皆様にここでお願いがございます。一旦フラッシュを使用しての撮影はご遠慮いただきますようにご協力よろしくお願いいたします。それでは本作について坂井さん、いろいろとお話を聞かせてください、はい、よろしくお願いいたします。はい、世界的に人気キャラクターのくまのプーさんをディズニーが初の実写映画化したのがこの本作でございます。クリストファー・ロビンの吹き替え声優としてくまのプーさんの世界に参加することが決まった時のお気持ちをぜひ聞かせてください。そうですね、吹き替えはもともとやりたかったので、何か機会があればぜひと思っていたんですが、まさかこんな世界的に愛されるね、世界に入ることができて、そう思ってなかったので非常に光栄ですし、今でもなんかちょっと半信半疑というか、初めての仕事がこんな素晴らしい作品で本当に嬉しく思っております。今回の作品に携わることが決定してから、はい、原作も読まれたそうですね、はい、知ってるようで、原作読まれた方っていらっしゃる、知ってらっしゃる方、あ、そうですか。知ってるようで知らないのがプーさんで、なんかすごく優しくて蜂蜜が好きでほんわかした可愛いクマさんっていうイメージだったんですが、原作読むとね、今回映画をご覧になると分かりますけども、あ、こんな人じゃないか、こんなクマさんだったのかっていうのが、知ってるようで知らなかったなっていうのをこう思ったので、機会があれば原作も皆さん読まれたら面白かったです。非常に児童文学なんだけど、大人が読んでも読み応えのあるすごく面白い話でした。この映画を見た後にぜひ原作もね、皆さんにはチェックしていただきたいんですけれども、今回坂井さんはクリストファー・ロビンの日本語版の声を担当されたということで、クリストファー・ロビンと同世代でありお父さんでもいらっしゃるわけですよね。そうですね、はい、そんなクリストファー・ロビンに共感するポイント点は何かありましたら。作品の中で仕事を一生懸命になるあまりに家庭で家族とちゃんと向き合えてないっていうような設定なんですけど、なんかね、そのお父さんの辛さというか、一生懸命家族のために頑張ってるはずなのに肝心の家族からちゃんと向き合えてないっていう悲しさっていうのは、実際そういうことを言われたわけでもないんですが、なんかね、よくわかるというか、なんか切ないなって感じはとてもしました。はい、今日は親子で来てくださってる方もたくさんいらっしゃるんですけれども、ね、お子さん結構、どうかと思う。ね、お感想を聞きたいですね。大人が見てもすごくジーンとくる作品なので、ぜひ大人の方にっていうふうに取材とかでは申し上げていたんですが、お子さんが見てどうなのかっていうのは非常に興味がありますね。感想をぜひお聞きしたいです。はい、映画をご覧になった後で親子でどうだったってお話をするのもすごく楽しいと思いますの で、ぜひ話してみてください。さあ、そして先日行われたジャパンプレミアでは、クリストファー・ロビンを演じられたユアン・マクレガーさんと実際に坂井さんはお会いされたそうですね。はい、お会いされていかがでしたか。人でしたよ。よくわかんないけどいい人なんだろうなこの人はっていう感じがしました。よくわかんないけどね。年はね、イワンさんの2つ上なんだけど、すごくね、なんていうのかな、全部イワンさんのお城を見てるわけじゃないんですけど、時々イワンさんが見せるいたずら子っぽい男の子っていうような感じの、ちょっとこうそういうお茶目な感じの顔ってのが、今回もね、物語の後半になるに従って、ちょっとずつ少年の心を取り戻したクリストファー・ロビンを演じるイワンさんの顔がちょっとずつ増えてくるんですけど、その時のユアンさんの顔が本当に素敵で、本当にいい人なんだろうな、飲んだら盛り上がりそうだなっていう、はい、そんな気がしました。実際にお会いされた時は何かお話しされたりってことはあったんでしょうか。お土産を渡そうと思って、
ユアン・マクレガーに何を渡していいかわからないじゃないですか。でいろいろ考えてあの消せるボールペンをねフリクションってあるじゃないですか、あれイギリスにないかなと思って渡したんですけど、あんまり反応がなかったんで捨てて帰ったんだな。そういう話をして、あ、便利だねって言って、それで終わりました。まあでもその映画のスクリーンの中でもご覧いただけるような笑顔には会えたということで。そう、すごく、はい、素敵な方でしたよ。よく知らないけど。すみません。でもこの後もね、映画に出てくる表情、ぜひ皆さん注目していただきたいと思います。さあ次が最後の質問になってしまうんですが、これから皆さんに映画をご覧いただくわけです。本作にはプーさんの何気ないこう言葉、素敵なセリフというのがたくさん散りばめられていると思います。ぜひこれからご覧になる方に見どころ何かございましたら。見どころね、はい、本当にね、可愛らしいだけのプーさんだと思っていたらすごくこうハッとするような言葉を言うんですね。僕が一番印象に残った言葉は、何もしないっていうのはすごく大事なんだよっていう言葉があるんですけど、それは、まあ、プーさんの言葉でもあるし、幼い頃のクリストファー・ロビンの言葉でもあるんだけど、その言葉が映画を見終わった後になんかずっと残ってて、何もしないってどうやればいいんだろうとか、何もしないところから始まることってなんだろうなんてことを、まあ本筋とはね特に関係ないんだけど、終わってからぼんやり頭の中に残ってる言葉なので、皆さんもプーさんの言葉、終わった後になんかぼんやり思い浮かべる言葉があったら、そのメッセージを受け取って、映画館をね出られて日々の生活に戻っていただけたら、映画をね作った皆さんすごく喜ばれるんじゃないかなと思います。これから皆さんにはこちらの大きなスクリーンでご覧いただきますので楽しみにしていてください。本当にね、可愛らしいだけのプーさんだと思っていたらすごくこうハッとするような言葉を言うんですね。僕が一番印象に残った言葉は、何もしないっていうのはすごく大事なんだよっていう言葉があるんですけど、それは、まあ、プーさんの言葉でもあるし、幼い頃のクリストファー・ロビンの言葉でもあるんだけど、その言葉が映画を見終わった後になんかずっと残ってて、何もしないってどうやればいいんだろうとか、何もしないところから始まることってなんだろうなんてことを、まあ本筋とはね特に関係ないんだけど、終わってからぼんやり頭の中に残ってる言葉なので、皆さんもプーさんの言葉、終わった後になんかぼんやり思い浮かべる言葉があったら、そのメッセージを受け取って、映画館をね出られて日々の生活に戻っていただけたら、映画をね作った皆さんすごく喜ばれるんじゃないかな。